それでは、エレキギターで用いられるテクニックについて、タブ譜を使って説明していきたいと思います。それでは、まずはタブ譜の読み方について簡単に説明をしておきます。えー、こちらですね、上が五線譜、下がタブ譜です。 でこのタブ譜というものを見て、えー、何弦で弾いてるのかなというところで、えー、ギターを弾いていくんですけれども、えー、このタブ譜ではですね一番上の弦が一番細い1弦で、えー、一番下の弦これが一番太い6弦ということになります。でここに書かれている数字ここはですね1233、えー、弦の5フレットを弾け。 という指令になりますでこちらは3弦の7フレットを弾けとということですでここが「えー、ス,スラ」というこの記号が示されているんですがそこに「H」と書いてあります。でこれですねハンマリングというテクニックをちょっと弾いてみたいと思うんですけれども、えー、これはですね1個目の3弦5フレットをまずピッキングして。 そして次の音を薬指でこう叩くだけで、はい、これやって音をつなぐテクニックです。ピッキングは一回だけということになります。えー、このテクニック、えー、しっかりとこう打ち付けることで、えー、音を出すわけで、えー、ハンマリングと言います。ハンマーのごとく打ち付けハンマリング。